ほとんどワンピースで、お出かけの前の日に次の日の服をここに用意しておきます。でワンピースを着たらリビングにあるメイク道具が入ったカゴを持ってリビングでメイクします。メイクはあまり得意じゃないので、最低限のことしかやらないので、幼稚園送る前とか10分ぐらいやれば終わっちゃう。お休みの日とかも15分とか20分ぐらいです。これがナチュラグラッセの BB クリームです。ベースはこれを使うことが多いです。とこれはセルボーグのリップで、ゴールドの色味が気に入ってます。3のアイカラーです。あとエトボスのチークはアプリコットベージュです。あと今一番気に入っているのがトーンのマスカラで、これはグリーンです。よくつけてます。リビングの入り口の横にアクセサリーコーナーがあります。ここでアクセサリーをつけて出発します。リビングから出て、まずここでエコバッグを取ります。でここからはハンカチを取っていきます。これは娘のバッグで、その日持っていきたいおもちゃとかおやつを入れて自分で持っていきます。よく使うバッグはここにあります。今日はこのバッグを使うのでお財布を入れ替えます。アルコールスプレーとさっきのエコバッグとハンカチを入れます。これはホームセンターで買ったフックと、あとこれもホームセンターで買った木の棒を刺してます。どっちも数百円ぐらいで買えるものです。でそうするとここに S 字フックをつけてたくさん収納することができるので、リビングから出てお出かけの準備がここでいっぱい揃えられるようになってます。なるべく下には置かずにここの棚に収納するようにしてます。最近これを IKEA で買ったんですけど、娘の靴を入れるのにすごく役に立ってます。ここは鍵をかける場所です。あとここにいっぱいポケットがあっていろんなものを入れてます。虫除けとかも入ってます。黄色のワンピースはジン先生の日常着のものです。帽子はウィカグローサリーのものです。パンツは古着で、靴はベンシモン履いてます。このバッグは栃木県の黒磯にあるカネルブレッドというパン屋さんのエコバッグです。大きくていっぱい入ります。